悲願の初タイトルへ。決戦に臨む青きイレブンがカップファイナルの聖地国立競技場のピッチに降り立つ。県リーグからスタートし14年の時を経てついに掴んだ頂上決戦の舞台。狙うは輝く栄光の証山崎ナビスコカップ。青一色に染まった晩秋の空模様のもと、大分から青き魂1万人が集結。歴史を大分みんなの力で作り出す。溝端社長はこの日も不敗神話のスーツを着用。宿舎に忘れた縁起物の靴下はスタッフが取りに戻った。抜かりはない。対するは12年ぶりのカップ奪還を狙う清水エスパルス。シャムスカ監督と長谷川健太監督、国籍は違えど共に43歳。チームを率いて4年目同士の指揮官対決にも注目が集まった。トリニータ決戦に挑むイレブン。守護神西川の抜けた穴をベテラン下川が、出場停止の鈴木慎吾が抜けた左サイドには藤田が入った。ツートップはウェズレイ。そしてこの大一番でキャプテン高松がスターティングメンバーに復帰。一方のエスパルスはベストメンバーが名を連ねた。シャムスカ監督曰く超攻撃的布陣の352システム。堅守速攻、今日も持ち味を発揮できるか。2008 J リーグ山崎ナビスコカップファイナル、大分トリニータ対清水エスパルス。午後1時39分キックオフ。立ち上がり最初のチャンスはエスパルス。兵藤のシュートはバーの上。激しいプレッシャーでシュートコースを塞いだ。トリニータ攻撃の要はやはりこの男。前日ニューヒーロー賞を受賞し、今一番熱い視線を集める19歳だ。AFC アンダーナインティーン選手権に参加する日本代表に選ばれたが、出場を免除されこの試合に参加した金崎。ファイナルにかける思いは誰よりも強い。序盤はトリニータが主導権を握る。19分、この試合3本目のコーナーキック。指揮官が頭を抱えた。決定的場面、高松のヘッド。こぼれ球にホベルトが詰めるがポストに阻まれた。わずか数ミリの明暗。
ビッグチャンスを逃したトリニータ。流れは次第にエスパルスへ。23分、エスパルスにフリーキックのチャンス。兵藤の左足一閃、下川が防いだ。さらに2分後、主導権は握られてもゴールは割らせない。リーグ屈指の守備陣カメラチオの甲羅は固く熱い。ハードワーク、それはもはや大分ディフェンスの代名詞だ。トリニータの心臓部を支えるのはブラジル人コンビの献身。前半最大のピンチは34分、エスパルスにフリーキックのチャンスを与える。間一髪、山本昌輝のシュートは腹に当たって枠の外へ。結局前半は両チーム合計13本のシュートを放ったものの0対0。